僕たちの世界はどこまでも自由で何よりもリアルだった。あの頃はバカみたいに緊張して、バカみたいに楽しくて、すいません、ずっとやってんじゃん、そんな面白い。初めてのオンライン RPG はやるわけないでしょ。私とは関係なくて、うん、こっち OK。 え、待って待って、どこ、何、友達なんかいなくても仲間がいた。OK、 とりあえずで始めてみて。そこでしか会えない人がたくさんいて、ごめん、負けた数だけ強くなって、とりあえず PC スペック上げて、バトルよりチャットにハマっちゃって。お母さん、ゲームで泣くなんて想像もしてなかった。かわいいっしょ。いつの間にか人気者になってて。かわいい。太郎さんって女の子だったんですね。そうなの。一回行ったら出会っちゃったり。いけいけいけ、よし、デートよりも楽しくて意味わかんねえし、3人やん、いつの間にか寝るのがもったいなかった。まだまだ行くで。でも睡魔には勝てなかった。だんだんいい PC とか欲しくなって、気づいたら新年も仲間と迎えていた。すげえ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 。よし、じゃあみんなでミスティック倒していくぞ。はい、行こうか。行こう、行こう、行け行け行け、いいよ。まあ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 、いいよいいよいいよ。これ食べるよ。ちょっと待って、あと10秒。これ勝つる、財布忘れないで。はい、マジありがとう。でかい、でかい。あ、切った。 OK、俺に任せて。 OK、 名前も知らないのに分かり合えてる。行け行け。この世界は青春みたいだ。しゃあ、一撃で虜になる。すべての人に捧げるオンライン RPG ロストアーク。